皆さんどうもこんにちは。サエチャンネルのお時間です。女子体操選手の宮川さえです。まずは皆さんお久しぶりです。約2ヶ月ぐらい試合期シーズン中っていうのもあって、なかなか動画上げられてなかったんですけど、昨日全日本種目別選手権の決勝が終わって、一通り C56 の、全日本選手権 NHK 杯種目別選手権が一旦終わったので、報告という形で動画を撮ってます。まず報告なんですけど、昨日の試合は床に出場して、銅メダルを獲得することができました。まあ、一応ここにメダルがあるんですけど、こんな感じで銅メダルをもらいました。まあ、優勝できなかったことは、もちろん優勝を目指してたので、優勝できなかったのは、悔しかったんですけど、ここ2、3年は表彰台だったりメダルっていうところに、届くことができなかったので、本当に表彰台に上がってメダルを受け取った時は嬉しかったし、銅メダルだったけどメダルの重さっていうのはすごく感じました。まあ、やっとこの表彰台とか、まあ、NHK 杯に出れたのも久しぶりだったし、この上の争いっていう部分で試合ができたのはすごく良かったなと思います。で、今回の銅メダルっていうのも初めて種目別選手権に出て、中学1年生の時に初めて種目別に出て、その時に取ったメダルも銅メダルだったので、そこからどんどん成長できて、いろんな結果も残せるようになったので、また再スタートっていう気持ちで今回の銅メダルもその時と同じように、こっからどんどんまた活躍して結果を残していきたいなと思っています。まあ、YouTube の方も一通りこの試合が終わったということで、ここからまたさらに動画もいっぱい上げていきたいと思いますし、コロナの状況もあるんですけど、いろんな体操クラブに行って感染対策しながらいろんな動画を撮って、皆さんに楽しんでいただけたらなと思います。そんな感じです。あとはこの種目別選手権のテレビが地上波の方ではあまり映ってなかったんですけど、多分日テレジータスの方では多分映ってると思うので、もしよかったら、まあ、録画してないと無理かな、まあ、録画してる方はぜひ見てください。まあ、今は実家に帰ってきて、これからまあ、いろいろ打ち合わせだったり YouTube の撮影とか、いろいろまたちょっとお仕事的なのがあるんですけど、まあ、少しリラックスしてまた練習を頑張りたいと思います。じゃあ次回からの動画も楽しみにしていてください。皆さん応援ありがとうございました。バイバーイ。